ここまでに明治神宮や西方よりの住吉大社などで横綱、稀勢の里、土俵入りであります。ひときわ大きな声援を受けました。本場所では初めての土俵入りとなる稀勢の里です。梅雨払いの松鳳山と太刀持ちの高安の対戦が今日組まれましたので、今日梅雨払いは輝が初めて務めています。横綱稀勢の里、梅雨払い輝、太刀持ちは高安であります。ついに掴んだこの横綱、この場所直前に送られました赤富士と鶴の三つ揃えの化粧回し、そして注目の土俵入りの型は稀勢の里自身憧れがあったという雲龍型を選びました。つまり今場所初めての土俵入りですから緊張もあったかと思いますが、落ち着いてね、無事にこなしましたね。多少少し時間的には早くいうような気もしますけども、初めてのね。